が王様。トゥビー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよ。トゥビー。バンカーよりトゥビーナインエスへ。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらで探知した。お前たちの前にいるのは敵だ。でもあれは奴は脱走兵だ。何体もの追撃部隊を破壊している。うかうかしていると殺されるぞ。裏切ったんですか？裏切ったの司令部だろう。トゥビー、追いかけましょう。クソ、逃げられたか。バンカー、こちら 9S、 司令官につないでください。バンカー了解。司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか。しかし二人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。トゥビー、何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。雨の日も風の日も嵐の日も雷の日も、燃え上がる戦場の炎の下でも、その者たちはいつも一緒でした。どうしてだか理由は分かりませんでしたが、いつも寄り添って生きていました。いつまでも、いつまでも。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう？通信はダメだ。直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。あそこが
パスカルが開けてくれた門みたいですね。お待ちしておりました。話はパスカルから聞いています。では門を開きますね。話すよりも実際の記録を見てもらった方が話が早いな。なるほど。この A2 というアンドロイドですが、私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この村に直接来ることはありませんね。すみません、私の知っている情報はこのくらいです。そう、ありがとう。各地を警戒しつつ、一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。
9S、 なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？え？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。お、ありがとう、トゥビ。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。オペレーター 210 より 9S 定期連絡を行います。はいはい、こちら異常はないですよ。了解しました。それと最近のヨルハキ隊 9S の活躍に対し、司令官から直々の称賛があったことを伝えます。それに伴い9号モデルの増産の検討をするとのこと。へえ、そうなんですね。嬉しいな。この結果もオペレーターさんのサポートがあればこそですね。オペレーターさんは冷静だし美人だし。お世辞は不要です。以上。お世辞じゃないんだけどな。動物を愛することができるのに仲間の機械生命体の死を望むなんて不思議ですね、機械生命体は。
敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を決して許すか。我らが王を守るのだ。Sous-titrage Société Radio-Canada
重なものではないが、森の国の財宝に関係する可能性あり、推奨保管。これはガラクタ？貴重なものではないが、森の国の財宝に関係する可能性あり、推奨保管。
的機械生命体の部品。これは貴重なものではないが推奨。報告、機械生命体のパーツ形状が組み合わせ可能。解析開始。解析中。解析完了。取得された機械生命体の部品を組み合わせることで何かの鍵となる。提案、鍵の合う扉を探す。適用する鍵が必要。Thank you.
何か書いてある。我ら森の王ここに眠ると記載、記録メディアを発見、データ化および保存完了。これが財宝。
近くにいるぞ。よそ者の侵略を決しているんですか。我らが王を守るのだ。疑問。アンドロイドは水からエネルギーを生成可能。レジスタンスにとって動物の肉は不必要。さあ、気分の問題なんじゃない？たまには食べたくなるとかさ。理解不能だろうね。
士団の我らが森の鬼になっちゃう。鹿の肉とイノシシの肉が揃った。依頼主のところへ行こう。推奨ポッド射撃により強制停止。